ハロー、ハロー、ハロー。ベイビー、ベイビー、ベイビー。スロットの未来を愛してる。本日は5月5日日曜日、メッセ足利店さんに来ております。今回と戦いはこちらバーサスです。本日マッキーさんのスロット日本の調査によりますと、とにかく3台以上の機種が熱くて、前台系だったりなんだりなんだり、もうとにかく全体的に暑い日で、今日は朝から、大勢の方集まって抽選が320名様以上で、僕抽選247番、どうだろうと思ったんですが、奇跡的にバーサスが1台空いてたんで、はい、今日はバーサスで、まあ、前回花火でかろうじてプラスになったんで、ゴールデンウィーク最後、まあ、連勝を目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目ではよろしくお願いします。はい、はい、バーサスです。いや、バーサス取れると思ってなかったんで良かったです。まあ、メッセ足利店さん、前回あの6連戦中7月22日にバーサス打ってなかなかいいと思ったのにやられたんで、まあそのリベンジの意味も込めて今日はバーサスで頑張ります。連勝を目指して頑張ります。外れた、57、早いですよ。ま、お、V でした。さあ、投資は2本です。今日も素晴らしいスタート。ビッグ中左3連 V2 回にバーサスゲーム中外れ2回、まあ、まずまずのスタートですね。おーおーおお、45、めっちゃ速い。ああ、まあここはレギュラーですね。さあ中段に止まっていいよ。ああ、うん、ありがたい、ありがたい、赤の青でした。さあ素晴らしいぞ。
と、素晴らしすぎる。いきなりこのデビが来てくれた。62。さあ今日は非常にいいですよ。からゲジャラが来るか。355で、これは揃わない。あ、揃うんだ、揃うんだ、挟み撃ち。え、 OK。 87ゲーム、いいですね。これはもうビッグですね。いいよ。195。おお、中段に止まった。なんとかうまくつながりましたね。はい、現在741ゲームです。はまってしまいました。頑張って出したメダルなくなりました。いつも通りの追加投資。いやー、前半良かったのに急にはまってます。まあまだ3本目なんですが、ちょっとこのはまりが良くないですね。まあ、1500ゲーム以上回してレギュラーは1回。今度目が来てくれた特例プ、829ゲーム、投資は5本です。よし、さあここから巻き返そう。140ゲーム、ほい、あ、まあ久々のレギュラー。お、24ゲーム、いいぞいいぞ。これは滑ってるんで、スブナにはならずに、V だと思います。よし、なんとかここから復活。113、どうだろうな。 OK、 よしよしよし、復活復活。
外れた。393。ちょっと回しましたね、1枚役。よし、なんとかビッグでした。162、レギュラーっぽいけど。お、ありがとうございます。いやー、ビッグ引くな、レギュラー引かないのに。はい、現在スタートから、まあ、ビッグ引いて2540ゲーム経過してます。ビッグが11回、230分の1、ビッグ素晴らしい。レギュラーが2回、1270分の1、なんだこりゃ。ボーナス合算195分の1です。はい、まあビッグが引けてるんでプラス1機。ただレギュラーの少なさがちょっとおかしい。リプレイならない、いない。ちなみにビッグ中の奇数偶数左3連 V、 あれが33分の1なんで、まあどちらかというと奇数よりちょっとわからないですけどね、まだ。でバーサスゲーム中 VS ゲーム中のハズレ、こちらが 12.22 分の1 で、まあ良くない。なのでまあ、わかんないですね、今。ビッグだけ設定6、それ以外だと1か2みたいな感じですけど、まあ、とりあえずプラス2機ではあるんで、うん、まあ、様子見ながら頑張っていきます。301、どうなるかわからんが頑張ろう。おおおお、カメラ切り替えで入ったね。301って言ったから302です。302ゲーム。久々のレギュラーですね。3回目のレギュラになったね、久しぶりに。俺はいそうだよ。あら、はあ、いましたね。はい、5ゲームレギュラー、ここでレグレ。はい、現在レギュラーから450ゲームです。またまた頑張ったメダルなくなりました。またまた追加投資、うん、頑張って連チャンしてハマっての繰り返し。はい、現在573ゲームです。残念ながら本日も2枚目。やっぱりハマっちゃいました。朝一の勢いは幻だったかな。745ゲーム。レギュラーですね。これどこまでハマるかわかんない。
108ゲーム、ああ久々のビッグだ、投手は18本、さあこっから頑張りましょう。はい、現在322ゲームです。またまたモチメザルはなくなってしまいました。またまた追加投手19本目、とりあえずもうちょい頑張ります。はい、現在408ゲームです。残念ながら本日も3枚目。うん、前半いくら調子よくてもやっぱりゴールデンウィーク後半はまる。はい、現在783ゲームです。まさかの今日も4枚目。いやー参った、これはひどいっすね、これはきついぞ。ビッグ感染ゲームハマって、その後ストレートで783。とりあえずビッグ引くまでは頑張ります。はい、ビッグを引くまでは奇跡を信じて頑張ります。892ゲームです。レギュラーです。ここで今フラッシュ9ゲーム、投手は34本。さあ今フラッシュが来たんで、こっから頑張れるかな。182ゲーム、レギュラーです。36。消灯なのにフラッシュなし99。今日チェリー初めてか。あ、レギュラーです。38、レギュラーです。
ここでレギュラー天国。はい、現在レギュラーから327ゲームです。またメダルなくなりました。またビッグ感情はまってるんですよ。ということで、もうちょい頑張ります。またまた追加投資35本目。なぜ後半いつもこんなにビッグがはまるの。はい、現在508ゲームです。まさかまさかの5枚目。いやー、ひどいですねこれ。後半の3回連続ビッグカン1000ゲーム弱前後はまってます。3回連続そりゃ金がなくなるわ。514ゲームあ、5枚目入れてすぐだ。41本。さあ、さすがにそろそろ連チャンしましょう。282ゲーム。メダルがなくなる寸前でした。ギリギリつながりました。サンドマビッグ。103ゲーム。レギュラーっすね。7ゲームです。一応スイカは外れるけども、久々にビッグがつながった。さあ、最後の奇跡よろしく。1ゲーム連。しかも今レギュラー狙ったんで、これビッグっすよ。いやー、バーサスってこれがあるんですよ。ここで1ゲーム連来ました。492ゲーム。やっぱハマるな。レギュラーです。
い、現在レギュラーから153ゲームです。持ちメダルなくなりました。さすがに力つきました。はい、大負け、ゴールデンウィーク大負け終了。はい、データの方こんな感じ。うん、6500回転も回しました。えらくハマってるのに。はい、グラフこんな感じですね。いやー、前半この良かったのは何だったんだっていうぐらい後半がひどすぎ。まあ1ゲーム連とかしたんですけど、そこから伸びるかと思ったら、はい、容赦なくなくなりました。いやー、ゴールデンウィークすげー負けました。しょうがないっす。はい、本日5月5日明生足利店さん、まあ今日5月5日で5-5でなんかジャグラーがめっちゃ強かったっす。はい、ジャグラー打てばよかったかもしれませんね。アクロスはダメでしたね。詳しい出玉状況の方はマーキーさんのスロット日報の方で報告があると思います。はい、ということで、ゴールデンウィーク、すげえ負け、力つけました。まあ僕実は、まあ、明日編集して明後日から全国47都道府県で一番南沖縄県に旅に出るんですよ。だから本当は勝ちたかったんですけど、しょうがない。この負けすぎた心を沖縄で癒していきます。はい、お疲れ様でした。ゲシャダが来るか。355で、これは揃わない。あ、揃うんだ、揃うんだ、ハサミ打ち。え、